出てくる。なあ、でも勇気もね、割とフェンリッチ勝つことあるんで、ただ問題なのはやり込みの差が心配。B 兄弟はケイス君頑張ってる。カウンター何したん何したん使ったあ、マジでははい、見てみましょう。コンボしてるのは勇気、まあ、体力はほぼ五分。画商客行って、まあこれはいいでしょう。チャンピオン当たったところで終わり。おいしい画商客ジャコをラピキャン使って次はファースト使う。さあこうなった時の勇気はね、強いんですよ。ひたすらリスクをけあーっと、だから漏れたっぽいね。さあ 3C だったのかな。おお、バースト使う、早め。なるほどね、読まれる前にっていう感じですね。あー、じゃあ A、 これはまあ置くでしょう。さあ1本は勇気。まあフェンリッツもね、うまい部分、要素部分うまいながらに、さらにあのトリッキーな動きも取り入れてくるので、まあ勝ちにくいんですよね。6へ、危ない。さあ中段、やはりお、ここでバックスが通って逃げる。ジャーン C が強い。 CCD からセッカー BBCC の戦勝戦。 CD はガード 6C。 さあメルティーブラッド、あれ完全にメルティーブラッドっすね。落として熱波は音がめ、あれ最後死なんくて戦勝戦で殺そうとしてる。二段戦か。防備が早い。置いている。暗装信者か。おうまい。あー、だが当たっていない。なぜ当たっていないんだ。おお、勇気もかなりボタンを押してますね今回は。うわ、めかった、奇跡。読み切ったがリターン取れず。だがまあまあ捕まえて爆捨て読み剣の遅らせ越し。まあフェンリッツもね、狭間やっぱ安定して勝つのは厳しいということなんですかね。ここは降り際に B を押している。投げ、うん、負けてる。じゃあ俺か、スーヤ頑張って。キャップ抜けてきた。貴様、ザ・ウィール・オブ・フェイト・イズ・ターニング、レベル1アクション。こら、そこそこはどうです。さあ影響体は大将ミカン野郎が出てくる。ボクシーフェイントからミカンに死んでかけてワンコンボ。あれの体力はちょっと少ないか。1点目は前転してビビー指導になったか。これはあれの体力は回復できない。1点目で終わっていく。即馬ここで殺しておきたいという感じか。しかし金の体力がちょっと少なめで MK がうまくいかない。ブリを当ててゆっくり立ち回っていく。ロビーで触ってからの投げが使ったがボタンが押せない。逆に押されてスターキャンスターハメに。
レントから相打ちから拾い直す。いつものコンボで重蘭しっかりガード。オランテが飛んできて裏になった。フォークはしっかり対空を誘ってフォークを当てていく。素晴らしい。イカ野郎が一本選手。まずはボラからスタート。しかし2位で消せるんですね。銀の B は玉属性か。なるほど、これで消せるんです。燃えるのゴシートからも消せますもんね。さあアニマが使ったところをひたすら殴られていく。あれは使ったら殴られるポイントなんで嬉しいですね。テクトが暴る横に投げる。さあ2ヒットなので無双追加当てからしっかりボディーなどはしっかりガード。さあ B 筐体は決まったのかな。B 筐体はエアオボルマックスチームの勝ち上がり。ごめんなはい、ということでマイクはまあまあ感想戦術とかできたのがよかったよな。楽しかったよみかん野郎が頑張ってるね。偉そうなこと言って出て行ってぶっ殺せるからライチにライチ、そうライチの方いけるんすかね。さっきの俺、ライチの方は俺、いや僕はマックスと対戦したかったな。あの、京馬の方のマックスね対戦したかったな。まあ、エアさん倒せなかったから仕方ないな。出るまでもなかった。いや、何がおもろいってあの、そろそろツイッターで叩かれる頃だね。もうそろそろツイッターで叩かれる頃だね。一度若者はね、調子に乗ってツイッターで叩かれてください。アンソーさんみたいに。うん、それも人生経験やし、人はそうやって強くなる。いや何がおもろいってランチ行けるんですけどねって出て行って、出て行って、もういいよ出て行って、エアさんの世界に引きずられることなく普通に処理されてやっぱ高齢者にはおっといやー引っ張り込まれたわとか引っ張り込まれた。いや普通に殺されてもういいよエアガイツおごってやるからさっつって。さあ、あだが読み合いが難しい。死なない。あ死んだか。バス2回、うん、おさあこれどうする。おボクシング入ったよ。どこで勝利。あっ落ちたー。これが10以上離れてるプレイヤーの実力。開幕ジャンシーが合わせてからここが触っていきたいけど、どうぞコービー結構ね固めてあげて投げをしっかり抜ける。主導権ね、あクーダーを通して溺れだ。力強い 2B を差し込んでいく。少しはい会場2D で対いく。あこいつ稲葉さんやばやばはい、あーこいつよー。あーヘビス知らなかった。アシュラしっかり準備してる。気持ちだけは認め番長悪いことしてないよ。アクション。みんな D ボタン当たるたびにヤマ無駄だ。読めよ。あとひねったをしっかり拾われてしまう。
なんかで触りたいな。声流れがっていく。足に。はいはい。運んでいって。コンビ攻め。ヒレンス読む。さあしてよかったんじゃないの？空投げで。でお互いバーンするある状況で。ジリジリとジリジリとヤンビーかぶってるーバーストやってるー。あーやめてー。あーオーディのバースト2択でしたね。あーすっ2択やったね。オーディするかバースト。ケイさん、ジョシュアさんが金取りに行ってるらしいんですけど、帰ってきたらジョシュアさん入れてもらっていいですか？レベル1 怒ってる怒ってるさ、怒らんといてよ。受けろ何やるよ。え、俺の絵、俺ほんまにイスヒアリング、あ、合ってるやんな。え、ほんまに俺ヒアリング合ってるやんな。わからんで、でもホテルとかに取りに行ってたらさ時間かかるで。おそばん、え、俺のヒアリング合ってるやんな。え、嫌やで、ドヤ顔でさ。少しはやるよ。レベル2アクション。え、嫌やで、ドヤ顔でさ。ホテルに行ったらしいんで、俺聞いたって言ってさ、全然違うこと言ってたらさ。ペンリッチが攻め立てて 6B。 2B で崩れてしまう。はい、 CT 入れて OD 6C 広く説明。いつ70。稲葉さんそう、確かに確かにね、ずっと稲葉さんガードしてたのにそう、稲葉さん悪いことしてないのにフェンリッチいつの間にかゲージ持ってるから。粘着質な男や。いつゲージ溜まってん、やばないですか。なんで75持ってんねんって。The Wheel of Fate is turning. Level 1. Action. さあ、さっき大活躍やったアリル君ですね。開幕フェンリッチが捕まえていく。投げをバックする。なんかジャンディーかぶっ。セッカはカス当たり。いやらしく投げを通していく。勝利には勝利券。おいおい、え、死ぬ。だってよ、レベル2アクション。死んじゃった。ちゃんと対空から開幕 OD を使って運んでいく。ダメージを伸ばしていく。ぐんぐん伸びる。じゃあ西で追っかけて引きずり下ろされる。飛びがかぶる。なぜかかぶる。こいつ天才か。それやりたかったんやな、絶対。え、なんか空中一生懸カウンター飛翼月目欲しいじゃんけん。テイク証券
お前どうせ打つんやろっていう、それやろっていう、ねっとりっすよ。いやファン増えるわ今の。もう原始8人持ってました。いやここでスヤが勝ってこそでしょ。スヤさんのファン増やしていかんと。そのチーム3人のボスじゃなくて4人のボスやから強い。ずるずる。もうスヤさんの頭作ってた。次は。さあここ取っていきたい。投げ足コーナー1飛んでしっかりと補助してる。ジャンプバースト。さあロフェンリッチが初手バースト。バルケンすごいからでは、すごいからではやっぱフェンリッチよりも嫌 やねんね。バルケンに困るのはさすがにね。さあケニーの逃げをとがめて端、あいつも 50% 持ってるってジンってゲージたまんの早いな。さあゴーディー必勝券最強の連携。ここ逃げる、つかしてじりじりと詰めてジャンプシーが当たるが、ジャンプ当てて画面足。さあ全て直後が6シーから離す。オーカイマックス、うまい依存線もよけている。テクニカル6シー簡単。オーディー確定はないわ。ヒレンソー入れている。ティーショロケしっかりと直後からもう一回リーショテラタクもガードガーキャン。こっからワンチャルドがバルケンハイブレーキジャンプ。こっからどうする全てかっていったが落としてしまう。気持ちだけは認めて。筐体から2メーターぐらい離れてるけどオーラ感じる。いやあの今の受け身がリースコロ悔しすぎるね。投げ抜けるイエガから後ろに逃げてゴーシー。あれねめっちゃ強いですからね。さあしっかりとディレイをかけての前転分かっていますね。さあ盤石届かない力ゴビ当たる。これは画面押しまで連行じゃんじゃんじゃんからスライドで表一応入れ替えてジャンプ B 上からジャンプではさすがに届かない。さあフェンリッチ突っ込んで残る鬼確定してる。さあ稲葉さんからフェンリッチも人間っていうまだある応援もらって漏れたー。勝ったのはフェンリッチ。あそこボタン忙しいね。人間じゃない。あ帰ってきた。